現時点での株価は三千五百六十七円です。今後どうなる?。一年後の株価はズバリ。<music> 割安。ブリヂストン買い時。はい、新田のさとみです。今回のテーマです。一。ブリヂストン株の現状は。二。ブリヂストンこれまでの株価推移は。三。 ブリヂストンの株価は今後どうなるということでまずは1番ブリヂストン株の現状はというところから解説をしていきます現在この動画を撮っている時点での株価は3567円です配当利回りは3%平均が2%ということですので高配当です株主優待は実施なしです2番 ブリジストンこれまでの株価推移はということでこちらのようになっています。後ほど詳ししく解説いたしますではブリヂストンってどんな企業なのかということですが国内ナンバーワンのタイヤメーカーで世界150カ国以上でも展開しています。売上の80%は海外で上げているという企業になります。 ブリヂストンの事業は大きく2つに分かれています乗用車トラックバス航空機用のなどなどのえタイヤを製造販売するタイヤ部門とえそのタイヤ部門で培ったノウハウを生かした多角化部門になっていますそれぞれの売上の内訳ですがタイヤ部門が83%多角化部門が売り上げの17%ということでやはり タイイヤ事業業がメインの企とということですブリヂストンの製品ですがタイヤ以外にもこんなところにも使われているんだということで身近なところではゴルフボールやクラブなどのゴルフ用品それからテニスのラケットなどにも使われているということです。またマットレスやクッション台所のスポンジなどの生活用品にも使われているということです。 プリシストンの市場別売上構成比ですがご覧の通り海外市場が8割ということですその中でも47%が、えー、米国アメリカで売上げているということなんですね世界のタイヤ市場シェア売上高ベースですがプリシストンはミシュランに次いで世界2位ということでグローバルで戦える日本企業になっていますでは ブリヂストンはどう生まれたということですが実は旅から始まった会社なんですブリヂストンの創業者は石橋翔二郎氏もともとは福岡県久留米市の仕立物屋の次男だったということなんです翔次郎が久留米商業に通う頃日本は産業革命の真っ只中 久留米市ではかすり産業を中心に旅などの近代工業のインフラが形成されていました久留米がすりこれが庄次郎の企業心を促すことになります庄次郎が最も影響を受けた人物として土屋旅を創業した倉田雲平氏がいると言われています長物裁縫から旅の製造を思いつき 生産の向上化を進めて久留米で一番の企業へと成長させた人物です1906年父の病気で庄次郎兄弟が店を引き継ぐことになります当時庄次郎は17歳このままの家業、仕立物屋では発展が見込めないそう考えた庄次郎は旅を専業にすることを決意します 兄弟で開業した島や旅総本店が大成功することになります。1911年、明治44年、初の東京出張で庄次郎が目にしたもの、それは、日本でもまだ珍しかった車。車で旅を広告したらどうかな、そう考えます。よし、車買おう。 当時の車はかなり高額で思い切った投資でしたしかし九州で初めての車だったので宣伝効果は抜群でしたその後20銭均一朝日旅で成功することになります均一価格性や20銭という当時常識からかけ離れた安値で販売したということですねやはり詳細がものすごくあったということがわかります 1918年日本旅株式会社設立社長が兄で取締役が庄次郎になりますしかし第一次世界大戦で徐々に売り上げは低迷していきます日本の労働者の履物は依然わらじでしたただえ釘を踏んだりと危険というそこに目をつけてゴム底旅の需要を確信します このような経緯で朝日地下旅が誕生します市場開拓の苦労の末大成功を収めます1928年ゴム底の靴生産開始です販売は爆発的に伸びて海外にも輸出することになります次々と大成功を収めた日本旅株式会社 40歳にして社長に就任した翔士郎は次なる決意を行いますタイヤの国産化ですすねでに空気入りゴムタイヤは世界では常識でしたミシュランダンロップグッドイヤーなどゴムタイヤは生産されていましたしかし日本でのタイヤといえば2つしかなかったんです1つは輸入品 もう一つはダンロップ社が神戸で生産したもの翔士郎は将来的な日本の自動車産業の発展を確信していました自動車産業の発展に貢献したい外貨を獲得して国策に貢献したい新しい産業を起こしたいしかし着手はそう簡単ではありませんでした社員の反対そして 兄の反対を受けますしかし庄次郎の決意は変わらず試作を開始します手探りで始めたタイヤ事業何せ日本旅の従業員で試作したものですからタイヤ製造の知識や経験が皆無でしたそんな中1930年試作1号が完成します翌年 1931年ブリッジストーンタイヤ株式会社へ社へ名を変更しますちなみにブリッジストーンはどこから来たかといいますと名字の石橋を英語にするとストーンブリッジですがこれでは語呂が悪いというので逆さまにしてブリッジストーンにしたということなんです創立直後市場開拓と生産体制を確立そして輸出を開始します。 国内の販売体制も充実していきます1935年ゴルフボールの本格的生産を開始太平洋戦争が開始になり英語表記の社名を日本タイヤ株式会社へと変更します1942年3月日本軍はオランダ領ジャワ島へ進出グッドイヤー社のジャワ工場を占領します 日本タイヤが工場の経営を委任されますが翔士郎は戦争がどうなろうとも工場の完全返還を社員へ指示します敗線後整備の行き届いた状態でグッドイヤー社へ工場を返還しますこのことが後にグッドイヤー社との連携交渉につながるんです1949年 グッドイヤー社がジャワ島の社事で来日します久留米工場の従業員の懸命な働きぶりに感心しグッドイヤー社側からの交渉で技術提携が成立します。1951年ブリヂストンタイヤ株式会社に変更。1952年04タイヤの開発販売成功トラックバス用タイヤの販売これも成功します。 1953年売上高100億円突破国内業界首位に躍り出ます1961年株式上場一株330円で売り出された株式はその日のうちに1200円という記録的な高値健全経営と成長性未知の魅力に対する投資家の評価を反映したものでした 1960年代海外でのタイヤ販売や工場建設へ着手同じく1960年代事業の多角化も推進していきます1970年代ゴルフトーナメントや F1 レースを開催します1984年 株式会社ブリジストンに解消1988年スタッドレスタイヤブリザック公表です1988年米国第二位のタイヤメーカーファイアストン社を買収子会社化しますしかしこの買収が後々負の遺産となり立て直しを図ることにつながります1989年 日経平均株価が最高値38,915円になります1991年バブル崩壊で株価急落です1995年阪神淡路大震災バブル崩壊後最初の底になります1999年 IT バブルです2003年リソナ銀行へ公的資金を投入 金融不安を止めるということですね2005年ミシュランを追い抜き世界1位になります2008年リーマンショックです100年に一度の経済危機ということで売りが売りを呼んで株価は急落していきます2009年バブル後の日経平均最安値を更新2011年 東日本大震災です2013年アベノミクスということで異次元の金融緩和で個人を中心に金余り状態になります余ったお金が土地や株に投資されたのことによって日経平均株価は上昇していきます2015年過去最高の営業利益ですね 円安や減量安効果で、営業利益が過去最高の5172億円です。2015年、中国バブル終焉へ。中国経済の伸びの鈍化から、利益確定の売りが出始めます。2016年、トランプ大統領誕生。トランプ勝利ということで、米国で大型の経済投資が行われることへの期待から、 トランプ相場が発生して、株価は上昇していきます。二千十八年、米中貿易摩擦です。世界経済への先行き不透明感から、投資家による株の売りが発生します。二千二十年、今年ですが、コロナショックですね。新型コロナで乗用車や建設機械、航空機など、新車向けのタイヤ需要は大幅に落ち込んでおり。 交換や補修の需要で支えられているという状態になっていますこれまでの解説を一枚にまとめますとこのようになりますではブリヂストンの売上状況です2010年から2020年の売上推移はこのようになっています売上高はほぼ横ばいですが営業利益が2015年以降右肩下がりなのがわかります ブリヂストンの売上高ですが、3兆5256億円のうち84%がタイヤ事業、16%が多角化事業によるものです。タイヤ三社、ブリヂストン、住友ゴム、横浜ゴムですが、この売上比較はこちらのようになっております。ブリヂストンは住友ゴムの約4倍と圧勝という感じです。 営業利益もブリヂストン圧勝ですタイヤ3社時価総額の比較ですブリヂストンは他2社に比べて約10倍の時価総額になっているということがわかります市場別売上構成比ですがアメリカが47%約半分ということですねでは気になるアメリカの今後のマーケット これは拡大していくのかというところが、えー、注目ポイントになってくると思います各国の自動車販売台数ですがご覧の通りアメリカは2008年のリーマンショック時に一旦は下がったものの右肩上がりで販売台数が伸びているということですねそして各国の将来の人口推移ですが米国は順調に増えていくということが分かります さらに好材料としてニュースを一つご紹介いたします2020年のアメリカ新車販売予測を情報修正ということなんですねコロナの影響で落ち込んだ第2四半期に比べて第3四半期は減少幅が大幅に縮小したということですそして10月の販売台数のうち レンタカーなどを除く個人消費向けが前年同月比3%増ということが報告されて新車需要は好調な個人消費により順調に回復しているという見方がされました。ということでアメリカでのマーケットも今後安定した伸びが期待されているという、えー、好材料がここで流れてきたということです。では 3番ブリヂストンの株価は今後どうなる現時点での株価は3567円です今後どうなる予想の前提ですこちらがブリヂストンの株価と営業利益の推移になります現在株価が営業利益つまり本業の実力よりも下であるということがわかります 実力と株価についてです株価が過度に実力以上になると最高値を記録して下がり始めます株価が過度に実力以下になると最安値を記録して上がり始めますですから投資において最も重要なことは基礎的な指標ファンダメンタルズから実力を見通すことなぜならば株価は短期的には上げ下げを繰り返しながらも 長期的には実力に見合った株価に落ち着いていくからなんですということでブリヂストンの1年後の株価はズバリ4413円を予想したいと思います以上ですありがとうございます幸運を